山本里奈は TBS テレビの女性アナウンサー。千葉県千葉市中央区の出身で、両親は京成電鉄千葉線千葉中央駅の近くで焼肉店を営んでいる。身長は156センチメートルで、中学生時代にキャビンアテンダントを目指していたが、語学力と身長が足りずに断念したという。山脇学園中学校、高等学校から、 青山学院大学文学部英米文学科に進学。大学2年時の2014年にはミス・青山コンテスト2014でファイナリストに選ばれた。このコンテストで準ミス・青山に選ばれた学生が1年先輩の日々、マオコで卒業後の2016年にアナウンサーとして TBS テレビに入社している。実刑が高校生時代に 全国高等学校サッカー選手権大会に出場した際に実母や祖母を取材していたアナウンサーに憧れたことからアナウンサーになることを志望。日比と同じく青山学院大学在学中に芸能プロダクションのスプラウトに所属するとフリーアナウンサーとしてグッド、モーニングや BS 富士ニュースなどに出演していた。2017年4月1日付で日比に続いて アナウンサーとして TBS テレビに入社した。同期のアナウンサーは、木入智博と山形純奈。山形とは、大学生時代に同じアナウンススクールに通っていた縁で、アナウンサー最終試験の前日も一緒にいて、励まし合ったという。また、TBS テレビへの入社当初は、山で始まり、祭で終わるという使命の共通点から、山歳コンビとも呼ばれていた。 TBS テレビへの入社後は、2017年7月18日に、赤坂デリシャカスの PR を兼ねて、キ入れ山形と共に、ドクマムシサンダユーのミュージックプレゼントで、初泣き。同年10月以降は、朝ちゃん、サンデージャポン、爆砲、ザ・フライデー、土曜朝6時、木梨の会、など、退社や、出産準備などで前任のアナウンサーが交板した。 番組を順次引き継いでいる。2020年には8月下旬に新型コロナウイルスに感染した影響で9月中旬まで番組への出演を見合わせていた。2021年には爆放が3月で終了したことに伴って4月からジョブチューンのアシスタントに就任。テレビラジオテレビその他、ありがとうございます。